ネギトロ丼パーティーこんにちは、さとひろです。こんにちは。ということで今回は僕たちの大好きなネギトロ丼でございます。こんなところに寿司置きなんか準備しちゃって、ということで今からここでねご飯入れてネギトロ乗っけて万能ネギとシソ乗っけて最後に卵を真ん中に入れたいと思います。やだ、いや美味しいらしいよ卵入ってると。何食べようとしてんの？ちょっと待って、今からネギトロ丼食べるんだよ。巨大な、なんで牛乳プリン食べてんの？よいしょ、冷まさないと寝ますね。よいしょ、よし、このままでいいですか？ご飯寿司ぞーで、今回こちらでございます。じゃじゃーん、業務スーパーでマグロのたたき売ってたのでこれ買ってきました。 250g 入ってて500円。だってスーパーだったらさ、これ半分ぐらいで350円とかするよ。魂どっかに行ったの？いやーやめろよ、巻きぐそみたいにしないで。ソフトクリームってことにしとこ。結構入ってんねこれ。俺3つも買ってきちゃったんだけどね、足りそうじゃない？どうするこれ。失礼します。言っちゃってくださーい。やめて、なんか本当にますますあれに見える。茶色じゃないのが救い。誰もうんこなんて言ってねえ。おー言ったな。じゃあネギいきまーす。手は洗ってあります。何で洗ったの？石鹸。はい、お次こちらシソ。これはちゃんと箸で入れるという不思議。え、いいじゃん、美味しそうじゃない、めちゃくちゃ。最後こちら、手前がポイン。ということで、マグロ丼完成でございます。ネギトロ丼、ネギトロ丼、ネギシソトロ丼。洗濯機、洗濯機止まった。はい、それではいただきます。どういく、醤油かけ、各自でかけよっか。うん、おのおのね。しゃもじあるでしょ。あ、置いてきちゃった。じゃしゃもじ持ってくるから、まずはネギとご飯とトロ。これ食べ放題は熱いな。なくなったらまだあるんで、ご飯もネギトロも。よし、それではいただきます。あ、いただきます言ったか。うまい、うまい。ちょっとこれ定番にしよう。なんかマジで不思議じゃない？ステーキ丼の時に言ったんだけどさ、焼いて塩かけただけなのにめっちゃうまいじゃん。でこれもさ、言うたらもう魚に醤油ぶっかけて食ってるだけじゃん。めっちゃうまいじゃん。なんなんだろうねこれね。命のうまさ、命のうまさか。感謝せねばならんな。寿司おけにこんないっぱい作ったけど余裕かもね。そうだよね、ご飯1キロチャレンジした時もネギトロで無双してたもんね。うん、一杯目完食。シソ行こう。うーふー、え、待って、異常、減るスピード異常なんですけど。まあそう、なんか多分ちょっと気づいた人いるかもしれないけど、ちょっと声とさ、まあ、鼻水がすごくてですね、僕、いや、だからなってる人いると思うよ、寒暖差アレルギー。最近なんかちょっと早起きが1週間ぐらい続いてて、ここのところ。普通で早起きだなって。まあいつもに比べてね、いつもに比べて早起きが続いてて、で、まあ寒暖差もすごいじゃないですか。最近あったかい日とさ、寒い日とさ、振れ幅やばいじゃん。で、なんか熱はないのにずっと熱っぽいし、喉は痛いし、水っぽい鼻水がずっと出るし、で、PCR 検査は陰性。何？急に喋る元気がなくなっちゃったっていう感じの症状に今悩まされてて、なんか夜になって冷え込んでくると体調悪くなるよね俺ね。そう？うん、昨日もなんか朝方とか一昨日とかも朝方は元気だったのにさ、夕方とか昼過ぎぐらいからちょっと体調悪いみたいな感じになってくる。絶対そうだよね、熱も出ない。でもなんかそれで喉がちょっとやられてて今イガイガして痛いみたいな。そしたら今日ゆいさんも言い始めたからね、喉痛いって。もう治った。治ったん？うん、なんかジュース飲んだら治った喉乾いてただけやん何食べた？また手巻き寿司パーティーもしたいね。あ、ほんとにいいよ。なんで？だっ
だってお腹いっぱいだもん。これで。え？どうしたの？あの頃のゆいさんはどこへ行ったの？星なんだよ。星じゃないよ、まだ26歳でしょ、あなた。でも2倍してもまだ54歳だよ。人生の半分も終わってないんだよ。いやね。何？え、どうしたの？人生に絶望でもしてる？最近つまんないとか、毎日。うん。何？夫婦関係に亀裂？ゴールデンウィークに戻りたい。それは実家に帰りたいだけや。でもゆいさんの実家に帰ってからちょっと生活リズム直ったね、俺ら。うん、なんか自然にこう、まあって言っても別にそんな早くないけど、今まではさ、結構さ、午前中に行動できない日とかあったじゃん。もう目が覚めたら昼の2時みたいな。昨日やばくなかった？昨日さ、1日ちょっと外での予定を終えて帰ってきて、ご飯食べて帰ってきて、お風呂入って、はぁーって一息ついたら、感覚的にはさ、もう12時とか1時の気分だったじゃん。で、パッと時計見たら9時。9時だよ、9時。びっくりした。体内時計がちょっともう早くなってる。今まではさ、9時って時計見たらさ、じゃあこの後何しようかってなったやん。まあ、ゲームするとかさ、アニメ見るとかさ、二人で飲み直すとかさ、あったやん。もう昨日に関しては寝る一択じゃなかった。寝た目すぎて。ちょっと待ってて。寝た目食べた。最近動画で俺のこと叩く率多くない？もうポチ子のこと嫌い。離婚の理由、ネギドロ巻き食べられたから。もうポチ子嫌い。でもさ、もしさ、それでさ、離婚しますってなったとするじゃん。お母さんたちになんて説明する？ん？ちょっと私離婚することになるわって言うじゃん、まず。で、え、どうしたのって聞かれるでしょ、絶対。なんて言うの、その後。え、ムカついたから。何、そんな耐えられないほどの喧嘩なのみたいな話になるよ。うん。で、原因は何だったの？日々に積み重ねて。違うだろうよ、話の流れ的に。ネギトロ巻き取られた。卵いっていいですか、自分。うん。なんかイクラ丼とかもさ、卵乗ってるやつとかよく見るやん、 TikTok とかで。美味しいのかな、初めてやるけど。うまいんじゃない。うまいんじゃないね。そうだよね、うまいからやるんだもんね。ゆうはもうこの一すくいでお腹がいっぱい。あ、まだいくんだ。お腹いっぱい、あち切れそう。卵がけいただきます。うにゃい。全然卵いる意味なくない。美味しいです。マンゴーと桃を間違えた伝説の食レポを思い出しちゃった。ディズニーで、あの瞬間から日向ゆいの食レポの信頼度めっちゃ下がってるから。そうなの？あの時だっけ、なんか隣のおばさんに飴もらったの。あ、そうだよ。期間限定フードメニュー食べ尽くすみたいな、そういう感じの動画を撮ってて、でカメラ止めて、普通に食べよっかみたいな感じで、残ってる食べよっかって食べてたら、隣のおばさんに話しかけられて、お兄さんとお姉さん素敵な食レポをしてくれてありがとうございましたとか言ってさ、なんか喉飴みたいなもらったよね。うん、懐かしいな。何だったんだろう、あのおばさん。でも一人で来てたよね。うん、コロナ前のさ、まだ年パスがあった頃に。で、なんか知らないおばさんからもらった飴ってやっぱ怖くて、俺食べずに捨てた気がするもん。ちょっと怖かったよ、俺は。その人が、なんか不思議な感じだったし、でちょっと迷ったけど、いやちょっと今回はごめんってなった。なんか東京の人ってそういうさ、あれないよね。いや、なんか違うのよ、変なことを考えちゃう。逆になんか変なもん入ってんじゃないかなとかさ。いやいや、喋りかけなかったけど、母の日のさ、花束を買って待ってたじゃん、隣のおじいちゃんがいたじゃん、さ、母の日のプレゼントですかって聞こうとしちゃったもん。それもいいんじゃない、別に。誰かに話しかけるの苦手だよ。だって家がさ、熱い朝とか履いててさ、おばちゃんがさ、すごい素敵な靴履いてるねって言われた時にさ、お前知らんぷりした。でもこの前の厚底の時はさ、駅までの道急いでたのにさ、めっちゃ困ってたじゃん。あははーとか言ってたよ。うん、ちょっとあれはね、急いでたから、ね、ほら。急いでなかったら普通に喋る。ほら、急いでなかったらでしょ。急いでたんだもん、だって俺もその時は。でもさ、いろんなおばちゃんとかおじちゃんに話しかけられても、ポチ子ってさ、基本さ、嫌な顔するよ。しないよ、何それ。え、しない、ひど。なんでさ、相方なのにさ、そのマイナスプロモーションになるようなことを植え付けるわけ、皆さんに。本当なんだよ。ね、本当じゃないから。
ほんとひどい回だよ。嫁にマイナスプロモーションばっかりされて。みんなそうだと思うけどさ。みんなそうなら違うじゃん。動かない。俺だけの話じゃないじゃん。いや別に。プチコさ、なんか自分に自分の都合悪いっていうか、なんか自分の意見が、なんて言うの、まあ、気に食わない時、まあ、気に食わない時ってさ、結構さ、顔に出るじゃん。だからさ、その話してる人ともさ、喧嘩になるのにめっちゃ喧嘩するんだよね。例えば、この商品ありますかって店員さんに聞いて、ないですって即答されたとするじゃん。それちょっと顔に出る、確かに。そう、顔に出ちゃうんだよ。出る、だってその人はさ、どういう話してんだよ、まだまだ話してんだよ。でそれで、だってその店員さんだってさ、店の在庫状況を全部把握してるわけじゃないじゃん、絶対。だから一回調べますねっていうフェーズが入っていいと思う。で俺特に接客業やってたから、バイトで、ないですって言われるのすっごい嫌だし、言うのも嫌なのね。で、違う人に聞いて、あったりするわけよ、普通に。だから適当に仕事してるやつが嫌いなの。いや、それはわかるけど、うん、でもさ、顔に出すなよって思っちゃうんだよね。はって思うやん。はって思うけど、はって思うし。え、はって思うのにニコニコしてんの。はってこと。はってことでしょ、だって。あ、そうですかって違う人に聞けばいいじゃん。しかもさ、知らないって言ってんのにさ、え、本当ですかみたいな、めっちゃグイグイ聞くからさ、うん、そいつはもう、探す気がねえんだから、ね、だからそこで、探さない方がいいだろう。じゃあそこで、調べる気がないやつがいるじゃん。そいつに調べさせて、会った時に、うわ、やべ、俺適当な仕事してたわ、やべって思わせたい。はい、完食ー、食べきりましたー。それでは、ごちそうさまでした。おやすみなさーい。